全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、中地です。今回もハートランド朝霧にやってきました。いやー、天気ポカポカでめちゃくちゃキャンプ日和です。風もそんなに強くない感じで心地いいぐらいの風ですね。まあですけど、富士山まだ見えないと。あれが見れれば最高なんですけどね。まあ、またグループキャンプの方で、もう一組の方、めちゃくちゃおしゃれなキャンパーさんがいたので、ちょっと突撃してみたいと思います。それでは行ってみましょう。すいません、こんにちは。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 めちゃくちゃおしゃれなキャンパーさん見つけちゃいました。ありがとうございます。お二人ご夫婦？そうですね。で、それでまたお友達と？そうですね、両サイドに囲まれてます。地元の友達です。はい、あ、そうなんですか。地元の、はい、中学校とかですか？そうですね、片方は小学校から知ってて、でもう片方が中学から、まあ、みんな最後中学一緒だったんですけど。あ、そうなんですか。はい、それで皆さんでキャンプになったと。そうですね。今日どこから来られたんですか？今日ね、僕はちょっと地元離れて今京都に住んでるんで。あ、そうなんですよ。京都から。はい、めっちゃ遠かったです。何時間ぐらいかかりました？5時間ぐらいかな。で、奥さんの方が今名古屋の方に住んでるんで、はい、あ、ピックアップしてくれるのにトータル5時間半ぐらいか。2時起きです。2時起き。3時くらいには家出た。出たね。3時には出てたね。じゃあもうお酒飲んじゃったらもうそこで寝ちゃうんじゃないですか？バリバリ。ただね、キャンプやってると眠くならないという不思議が。もうじゃあ逆にビール飲んでもうエンジンかかって、もうエンジンかけていこうって。さっきもちなみにもう2杯。あ、もう飲んでるんですか？はい。もうちょっと俺も飲みてえな。ぜひぜひ。今日めちゃくちゃ気持ちいいですよね。気持ちいいですね。じゃあキャンプ歴はどれくらいなんですか？キャンプ歴はちょうどね、2年半ぐらい。がっつりやり始めたのが2年半ぐらいですかね。はい。2年半でこのギアを。そうですね、今思えば。すごいっすね。ずっとキャンプのことばっか考えてた。そのきっかけは何だったんですか？2年前。きっかけはたまたま僕のお父さんが、はいはいはい、キャンプをもともとやってるアウトドアの人間だったので、はいはい、で、まあ、いらないテントを、コロナ禍でたまたま外に出る機会があまりなかったので、はいはいはい、それで、まあ、もういらないテントだからって送ってくれて、それでやってからドハマりして、でそこからいろいろ調べてるうちになんかもう止まんなくなっちゃって今に至ります。ことですね。はい。最初そのテントってどんなテントだったんですか？そのテントはね、もうコールマンの本当に30年前とかに使ってたような、加水分解して破けまくってるテントで、はいはい、初めてのキャンプが雨だったんですよ。あ、はいはい、だったのにもう十分楽しめて、そこからもう、はい、どんだけキャンプって楽しいもんやと追求していったら今に至ります。その時はお二人で行ったんですか？友達とね、私は行かなかったんですけど、また別の友達と行って、はい、そこで、まあ、それぞれが別の場所でキャンプやってるってことを知って、はいはいはい、俺もキャンプやってると。あ、今度一緒にやろうやってなって、はいはいはい、でなんかいろいろ刺激し合って、いろいろキャンプギア集めとかも一緒に趣味でやってとかですね。そうなんですね。じゃあ最初から一緒にキャンプやろうぜじゃなかったんですね。そうですね、気づいたらお互い始めてたみたいな感じで、まあ、集まっていろいろ情報交換してるうちになんか楽しくなっちゃって。なるほど。一緒に初めて行った時のキャンプ、はい、どんな思い出ですか？初めて行った時っていつだっけ？初めてはそうですね、たまたま、まあ、奥さんの方がそれこそ今サバティカルで人気のモーニンググローリー TC をまあ当選して、で結構初期のタイミングだったんで、僕も何回も抽選応募してたんですけど、なかなか当たらなくて、奥さんの方が当てちゃったんで、それ使おうかってなって、はいはいはい、なんかまあ野営キャンプ地みたいなのに憧れて、なんか探してたまたま探し合ってた池の前でやったら、もう天気もその、ね、最初の時とはもう全く別で綺麗で、池目の前でもきらびやかな感じを見てから、そういうことなんですね。最高だなと思って。思い出しました。忘れてた。そうそう、覚えてるけど。ふるさと納税のうなぎを。そうだね。そう、なんかふるさと納税でなんかいろいろ頼んでるときになんか食材も溜まってきたんで、はいはいはい、これキャンプで使ったらめちゃめちゃ映えないかみたいな話をして、そっからね。日帰りで車でね、30分くらいの京都の池のところで、ね、池のところでね。うん、あ、そこは京都で、はいはい、あったんですね。それは抽選してよみたいな感じで言われたんですか？もともと多分、サーカスを使ってて、そうだよね、で私がモニグロに一目惚れして、うん、応募したいなと思って自分で、はい、ね、応募しました。でも今使ってないですよね。あ、一応ね、今日はもう一個持ってて、毎回こう議論があるんですよ、どっち使うみたいな。そういうことなんです、はい、今日どっち使うって。一応体裁上はモニグロは奥さんので、このヘクターが僕の。ああ、なるほどなるほど、はい、だから、まあ、今日はピックアップだけですよね。そうですね、はい、そっか、それもあってですね。いや、なんかもう、もう使わねえよみたいな感じがちょっとちゃんと取ってます。気に入ってでもね。なるほどね。じゃあそういう思い出もあるということなんで、はい、でここまで揃えちゃってってところですね。すごいっすね。ちょっと聞いていきたいんですけど、はい、
一番まず奥のストーブってこれはね、あの焚きバーナーと言われるものの301って一番真ん中のサイズに当たるものですね、うん、おいくらぐらいでしたか。これはね、あの某キャンプショップ、はい、まあ、京都にあるんですけど、はいはいはい、そこでたまたま福箱抽選みたいなのやってて、うん、やったんで、まあ、いろいろ含めて15万円ぐらいの福箱だったんですけど、はいはい、まあ、その中に入ってたんで、あの、ね、値段不詳ってあの奥さんにごまかしながら言ってて、あ、なるほど、いろいろ入って15万、15万ですね、はい、なるほどね、いろいろ入ってるから15万でも別にねっていう、もうっていう、はい、説得の仕方でうまく今15万に結構初めて聞いたけど聞きました値段言ってなかったですね。あ、マジで。思い出せなんか変なこと言って。いやー、ちょっと明日からちょっとバチバチないようにお願いします。大丈夫です。で、竹バーナーで、まあこれ冬は結構過ごしてますか。そうですね。あの、まあ竹バーナーと薪ストーブを使ってて、はいはいはい、ちょっとこのテントはもう最近買ったばっかなんで、うん、まだ薪ストーブこれ本格的に火入れしたことはないんですけど、はいはいはい、まあ、この間竹バーナーでやったらもうそれだけで十分あったかかったんで。あ、薪ストーブどうする議論も始まってたりしてて、なるほど。でそれはあれサーカスであの薪ストーブ使ってた。そうですね、もともと使ってて、うん、そうですね、そこからもう薪ストーブやっぱ窓ガラスから火が見えるようなものをあのこれまでも使ってて、うん、これ2台目であの別のやつ買ったんですけど、はいはいはい、まあ、それがやっぱ一番冬キャンプとしてはいいなと思って、あ、なるほど、こだわって買ってます。まあ、この時期ちょっと夜が冷えるかちょっと分かんないぐらいですもんね。そうですね、はい、なんかちょっと持っていこうみたいな感じで、はい、でその手前の、まあ、テーブルはどこのやつですか。三角形なんですよ。テーブルはこれ山賊マウンテンさんのタイガって言われる、はいはい、モデルですね。これ折りたためるんですかこれって。これは足が、はい、あの、まあ、ネジ式になってるんで、はいはいはい、回して外れて分解して、はいはいはい、まあ、この3つ高さが違うやつが今あるんで、それがガチャンと、あ、あの、そうか、これ全部同じやつですね。そうですね、全部同じモデルで、あ、で、平らに収納、上を重ねて足、はい、そうですね、そのまま使うってことなんですね。意外と楽です。あ、まあ、熱いもの乗せても全然びくともしないんで。なるほど、はい、で全部の黒になってますね。そうですね、このじゃあ、はい、ターボライターってんですかね。これですか、ユニフレームですか。あ、これ、はい、スティックターボ、スティックターボ、はい、あのアシモクラフトさんの、はい、一応グリップをつけて、ここは自分で塗装してます。あ、自分で塗装してるんですか。はい、耐熱の600度まで耐えられるやつが。へえ、じゃあこっちも同じですか。これもそうですね、もともとシルバーなんですけど、はいはいはい、これも同じように塗装してヤスリで削って塗装して、そういうのがあるんですね。そうですね、なんか、ま、バイクのマフラーとかを塗装するような耐熱塗装があって、はい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 、それで、まあ、マットっぽいブラックがいいなと思って、うん、塗装してます。あ、なるほどね、はい、で、これがミニマルワークス、はい、ファイヤーハンマー、ファイヤーハンマーですね、はい、また取っても変えてて、これはね、もともとなんですよ。あ、そうかそうかそうか、ちょっと色変えて、はいはいはい、擦り込んでアンティーク調にしてるみたいな。うん、もうほとんどこういう、あれですもんね。そうですね、はい、この斧はこれね、自分で削ってみたんですけど、はいはい、先ほどお友達も、あ、そうなんだ、あの彼からこのやり方を教えてもらって、はい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 、どうにもこうにもあんなエッジを立てて綺麗に削るのって難しくて、あ、なんで諦めたんですけど、なんか武骨っぽくなったんで、はいはい、まあ、サイトに合うからいいかなと思って武骨の斧を取ったりします。いい感じですね、はい、いやでもなんか自分で作ったって愛着湧きますね。そうですね、僕がなんか愛着湧いちゃってるんですよ。ありがとうございます。湧きますねとか言っちゃって、ちょっと握っていいですか。はい、もちろんもちろん。あー、あ、でもやっぱ持ちやすいですね。そうですね、結構重さもあるんで、うんうん、一発でだいたい割れますね、こういう字とかでも。なんかいい感じに指にフィットしますね。そうなんですよ。でも逆にこの滑らかさがいい感じかもしれないですね、ありがとうございます。うん、ここいいっすね。ちょ、自分でもやってみてえな、これ。でもちょっと難しいってことですね。ぜひぜひ、まあ、時間はとにかくかかるんで、あ、時給換算したらもうよっぽど他の人に頼んでるわけです。で、これがファイヤーサイド。ファイヤーサイドのグランマーコッパーで、はいはい、結構使ってます。まだね、あの、いただいてからそんなに時間が経ってないので、あの、プレゼントで。あ、そうなんですね、はい、って、はい、で、これは何ですか、この中は残りですか。ベアボーンズさんのジャパニーズナタアックスってやつを、まあ、グリップを同じように殴り加工してる、はいはいはい、まあ、メルカリとかで、うん、あの受け負いをしてる方がいて、その方にお願いして、はい、削ってもらったって感じです。物を直接送って、はいはいはい、削って返してもらえるようなサービスがあって。ナタと斧どっちも使ってるって感じですか。そうですね、まあ、ナタはあの細い針葉樹とか以外だと結構手がジーンってくるんで、あその時に、まあ、気持ちよく切れるあの音とかもいいので、あ、文字使ってるってことですね、はい、で、このまたランタンがいい感じですね。これがアドレイクっていうところのヴィンテージランタンで、はい、ケロっていうモデルなんですけど、うん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 、これが1964年かなんかのモデルで、うんうんうん、
そうですね、両親が生まれる前とかの世代のものなんですけど、はい、これどこで手に入れるんですか。これはたまたまヤフオクで、ヤフオクでちょっと汚れてて、あの、はい、純ジャンク品みたいなものがあったんで、それをまあ買って、まあ内容とかもあの書いてあったんで、これだったらレストアできるのかなと思って、まあ一応自分で直してやったやつですね。まあ綺麗につきますね。それ自分でちょっと直すっていうのはなんか基準あるんですか。これ書いてあったら直せそうだなみたいな。そうですね、なんかまああの中のサビとかの話とかだと、それでもジャンク品とかで歌われてるんで、そんなのも自分であのまあ重曹とか使って取れたりするもんなんで、芯の出方のところとかも、引っかかりとかも自分でペンチで曲げたりしたら普通にスムーズになったりするので、そういう意味で、そういうのを見ればジャンク品です、もしかしたらレアあるものが安く手に入るかもしれないかもしれないですね、はい、まあ、ヤフオクとかそういうのヤフオクとか、あとメルカリとか、はい、じゃあそういうキャンプ道具買うのっていうのは結構そういった SNS 系というかヤフオクとかそういうのが多いですか。そうですね、ネット系が多いですね。実店舗で買ったものってあんまりないのかな。でも、ね、先週もフィールドスタイル、フィールドスタイル、そうだね、あそこで行ったりもしてるんで、はい、行ってきて、ね、リアルでも ね、 そうだね、たまに買ってます、はい、イベントの時とかからね、うんうん、まあ、イベントの時しか見れないものとかもありますよね。そうなんですよ。それ一緒に行くんですか、はい、あ、そうか、名古屋だから。あ、そうです、そうなんです、名古屋に行ってってことか、はい、あ、シャツでね、まあ、それもシャツで朝が早いですね。バイバイ早いです。キャンプは朝が早いですね。めちゃめちゃ早いです、やらなくても、はい、そうか、じゃあそういうので、まあ買い物もしてるという感じなんだ、はい、で焚き火台はどこですか。これも山賊マウンテンさんのワルテガっていうモデルですね、うん、L サイズになりますね。でこれも足取れてネジみたいな。そうですね、ネジ式で取れるんですけど、意外とかさばるっていう。あ、まあ、確かにそうですよね。まあ中に入れられるって言っても、そうなんですよ。確かにこの形でドンと、はい、入れたら入れたらさらに重くなりますもんね。はい、めちゃくちゃ重くなります。まあでもそれだけ重いけど別にいいとこはここですよね。そうですね、やっぱりかっこいいですね、見た目が。あ、そうですね、はい、焚き火メインですか。ここは料理はあんまりしない。料理はまだしたことないですね。あ、まあ、いずれもうバンバン使って、もうせっかく買ったなら使っていこうかなと思ってるぐらいなので、はい、いいですね。ここはやっぱちょっと武骨系で。そうですね、はい、武骨テーマにしてます、はい、フライパンも2つ。そうですね、タークのローストっていうモデルに一応足グリップつけて、はい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 、つけて。これ使い分けは、使い分けはこれはまだね、あの買ってすぐなんで使ったことないんですけど、あ、まあ、深さが違うので、あ、確かに、まあ、いろんな、ね、こっちの方がいろいろカバーできるかなと思って、あとは肉とかはそっちで調整できるので、はい、そういう分け方をしてお二人座られてる椅子が一応カーミットチェアをカスタムしたの、はい、また取っ手とまた全然違いますね。そうですね。似てますけど、あっちの取っ手が一応デバイスワークスさんの、はいはいはい、ヒジワルというモデルになりますね。で、ここカバーも変えてるんですか。そうですね、カバーに、はい、バックドロップレザーさんっていうところのブランドを、はいはいはい、プラットフォームロッカーさんっていうところが代理店で入っていて、で変えられるレザーのブラックのモデルなんですけど、はいはいはい、ディアジャケットってやつですね。結構かっこいいですね、はい、めちゃかっこいいですよね。一目惚れしちゃいました。これちなみにおいくらぐらいしたんですか。これが座面で44,000円。44,000円ぐらい、はい。初めてですか。聞いちゃった。やばいな、って騙したのに。じゃあそっちを、こっちもね、同じくブランドもあの販売店さんも一緒なんですけど、はいはいはい、こちらもあの44,000円で、はい、まあ、なるほど、まあ、あとは合計はまあそうですね、大体勝手にご想像に計算すれば大体出しといてと。それは相談はしてるんですか。一応事前相談するときもあれば、はい、もうほぼあの決まった状態で話を持っていくところもあれば、はい、勝手に買ってることもあります。なるほどなるほど、もうあと注文ボタンだけだけどいい、はい、もう届いたけどいい。一緒に住んでないんでほぼ、そっか、もう、ね、コントロールが知らない間にあるよね、やりたい放題ってことですか。そうです。やばいな、今日秘密がいろいろ秘密が暴かれてる。ちょっとやばいですね。すいません、ちょっとなんか。でもめっちゃかっこいいですもんね。いやもう一目惚れして、いろいろなんか目移りするよりはもう一番気に入ったギアを買っちゃおうと思って買っちゃいました。どうですか座ってて。いや、めちゃくちゃ座り心地がよくって、うん、最高だ ね、大満足、大満足、はい、よかったです、はい、しないと。じゃあこれ使ってて、後ろもヘリノックスの。そうですね、これは何で使ってるんですか。サイドストレージで一応コップとか入れたりとかで、はい、肘とかで置くとこないからってことですか。そうですね、はい、で、まあ、そういうので置けるものを置いてってことなんですね。あれば便利ですね。なるほど、はい、でちょっとテントの中も見ていいですか。はい、おはようございます。テントの中、はい、すごいですね。2年で
はい、2年ですごいっすね。え、このテーブルとかも同じですか？さっきとこれは山賊マウンテンさんのスパイダーっていうやつなんですけど、はいはいはい、これはまた別で、はいはい、ネイチャートーンズさんの、はい、ファイアーグリルツインっていうモデルになって、もともとこれ焚き火台なんですよ。あ、焚き火台なんですかこれ、はい、真ん中に火床がはまってたんですけど、はいはいはい、それをまあ今今回撤廃して、うん、まあテーブルトップ乗せて、はいはいはい、まあ、一応テーブルにしている感じですね。焚き火台なんだ。焚き火台なんですよ。へー、はい、あ、じゃあここにサイドになんか置けてとか。そうなんですよ、熱いものもかけられるんで。なるほどね。焚き火台をあっちに変えた時に、うん、これどうしようかなって話になった時にちょうどこの天板が見つかって、あー、じゃあ天板別でこれ用で売ってるんですか。そうなんですよ、はい、そういうことか。なるほど、なんかぴったり雑草。そうなんですよなるほどね。でテーブルにしてってことですね、はい、焚き火台、ちなみにじゃこれと2台ですか。そうですね、あとピコグリル。あ、ピコグリル、はい、それはいきなりめちゃくちゃ軽量ですね。そうですね、ソロキャンもできるようにと。あ、そういうことか、はい、あ、じゃあソロと、まあ、あのデュオで分けてる。そうですね、はい、デュオだとこういうスタイルに、はい、で、これ何ですか。これはゼロポットっていう、はいはい、まあ、ザースさんとサンパチエクスプローさんの、もともとサンパチさんの商品なんですけど、はいはい、ここにダブルネームで、まあ、ザースさんの名前が入ってたんです、ね、あー、ほんとだ、はい、はい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 、これはランタン、一応そうですね、ランタンスタンドになります、はいはいはい、ランタンスタンドで、はい、4方向、そうですね、4方向というか、これが一応三脚で、まあ足にもなるんですけど、ここで挟んで、うん、一応ランタンハンガーみたいにあんな感じでテーブルに挟んでも使えるんで、なるほどね、それを引っ掛けてみたいなことができるものになります。はい、に温度計ですかこれ。これはい、室内温度計で。めっちゃそれもおしゃれですね一応さっきの殴り加工みたいな。あ、自分でやったんですか。これはね、もともとなってるやつ。あ、なってるやつ、はい、ここまではもうきついなで、またこのランタンが、これはタナチャンネルさんでもいつも紹介いただいてフィアハンド、はい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 、276、はい、これ上について何ですか。これはね、ナトゥーラっていうやつのランタンウォーマーなんですけど、はい、まあ、この上で白カップとかも温めたりすることでだいぶ節ついてますけど。あ、なるほど、ここに温められるんだ、はい、そうなんですよ。普段何置いてます。普段はやっぱり白カップとかでスープとか飲んでるときは置いたりとか。そうですね、いいっすねこれ結構。で、コットが、コット、はい、どちらのやつですかこれは。これはハイランダーの、あ、ハイランダーの黒で、うんうん、黒のコットがなかなかなかったので。ああ、確かに、はい、で、うん、ヘリノックスとなるとちょっと僕らで手届かなかったんで、あ、はい、まあ、似たような形のもので探して買いました、はいはいはい、で、サバティカルのシラフ使って、はい、あれですか、これくっつくやつですか。くっつくやつです。で、あっち側にも、あ、ちょっと仲が悪いわけじゃないんですけど今日はちょっとなんか悪めでみたいな普段だったらそれくっつけて、くっつけてとか一緒に寝てとか、はい、いや、この間一緒にそのつくやつ、はい、紹介あって、はい、めちゃくちゃラブラブなご夫婦にはいいなと思ってなるほどね、じゃあこれを冬とか一緒にくっついて寝てとですね。そうですね、はい、また仲良く、で、またこれすごいですね、はい、こっちがこれはもともとは何ですかこれ。スノーピークさんのシルコンテナ、はい、シルコンに2台重ねて、そうですね、これ何つけてるんですか、これどうなってるんですか、ちょっとこれ紹介してもらっていいですか。そうですね、下から説明していくと、うん、まずこのバリスティックさん の、はいはい、のレックですね、これ50のサイズになるんですけど、はいはい、50用の足をつけて、うん、で、これクリーダスガレージさんっていうところの、はい、名古屋のガレージブランドさんですけど、この、まあ、サイドレールつけて、うん、そこにまあそれぞれシラカップをかけてるんですけど、はいはい、ソマビトさんがもともと展開してるこの黒のブラックシラにダブルネームとかでネイタルさんとかが入ったりして、あ、シラカップを一応8種類かけて、はいはい、一応殴りで有名なアシモさんのブラックをつけてる感じですね。で、この天板は、天板はこれメルカリで、はい、この波板天板って言うんですけど、はいはいはい、まあ、5本の波板の天板を作ってる方がいらっしゃって、うん、まあ、鉄板曲げ工とかをやってるような加工の方がいて、その方が趣味で作ってるので、はいはい、依頼して作ってもらいました。自分で依頼して。そうです、そうです、そうです、はい、え、おいくらぐらいでやってくれるんですか。これはね、7000円ぐらいだと結構リーズナブルといえばリーズナブルというか、はい、そうなんですね。そこら辺がちょっと感覚がどれくらいのあれなのか分かんなくて、なんか他と比較しても結構ね、お手軽で、まあでもなんかガレージ系とかだともっとするイメージはありますね。一瞬で飛びついてお願いしました。でもいいですね、またこれがいい感じで、はい、で、またクレーモアの扇風機で使ってるってことか、はいはい、いや、ここだけでまた違いますね。ありがとうございます展示会のとこだけで、はい、
これがイエティ、はい、ロードアウトバツ、いやバケツ、バケツか、この黒のベルトを巻いて、はい、え、これ一緒ですか、イエティのやつ、あ、イエティのやつで、一応ロゴ入ってるんで、あ、一緒についてるんですか、はい、これが、これがワンセットか、そうなんです、最近ちょっとこれ欠品してるんで、アメリカの方から輸入して時間かかるんですけど、はいはいはい、確証を持って輸入できたらいいなと思って、ああ、なるほど、はい、これ保冷能力あるんですか、これは蓋とかが別売りであるんで、うん、それつけて氷とか粒付けでやったらまあまあ冷えるんですけど、僕らはもうすぐ缶なんか飲んじゃうんで、そうですね、いやでもめちゃくちゃな量ありますけどね、ね今日これ控えめな方だ、控えめな方ですか、へえ、これで、はい、だからいろいろ用途ありますもんね、そうですね、水入れたりとか、はい、そっか、で、こっちがこれがフィールドアさん、はい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 、ノーザンライトクーラーボックス、ステッカーだけちょっと注文したのかな、あ、これぴったり、はい、あ、注文したんですか、一応ね、自分で切って、あ、そういうことですね、ステッカー注文してぴったりくっつけてるんだ、はい、もうクーラーボックスは一つ、クーラーボックスはそうですね、たまにあのソフトクーラーみたいなのを持っていくことあるんですけど、うん、まあ、基本的にこれでこと足りるサイズかなとは、はい、うーん、中見てもいいですか、あ、もちろんですちょっと汚いかな、ぐちゃぐちゃになってるかもしれないですけど、はい、一応なんか一応、はいはい、お昼ご飯、夜ご飯、朝の朝ご飯で分けてるつもりなんですけど、ちょっとすみません、ぐちゃぐちゃちょっとわかんないですね、はい、すみません、はい、何食べるんですか、今日の夜はもつ鍋で、鍋はい、明日の朝は朝からカレーを、おお、いいですね、食べようかなと思って、え、カレーは自分で作るんですか、いやもうね、今回あのインスタントで、あ、はい、いや朝パッとやった方がいいですよね、はい、もう朝あのコーヒーとか飲んだりするんで、その時間楽しめたら、もういいですよ、全然、はい、全然です、そうですよね、いろんな朝って楽しみ方ありますよね、はい、で、この辺りなんですけど、はい、またランタンがあって、これクレームは2台2台ですね、はい、やっぱ何台かあった方がいいですか、こんだけ広いテントだと、まあ夏暑い時も便利なんですけど、はい、薪ストーブとか焚き火とか使った時に熱循環させるとやっぱだいぶ違うんで、あ、はい、でちょっと2台体制で、まあまあ便利だと思いますね、はい、うーん、2台やってってところですね、はい、めっちゃバッテリーありますね、そうですね、細かいなってやつポータブル電源欲しいんですけど、はいはいはい、なんかまあまあでかかったりするじゃないですか、あ、で、まあ、はいはい、普通に個別で持ち出せる、なんか各々の位置に持っていけるんで、うん、3つで運用してる方が便利といえば便利、なるほどね、はい、え、用途としてはあの充電だけですか、そうですね、あの2泊3日とかだとあの50とかも、はいはいはい、充電切れちゃったりするんで、うんうんうん、そういうのに、まあ、充電したりすると丸々なくなる感じになりますね、はい、確かに、まあ、これぐらいで別に出すんじゃん、はい、用途とすればとかですね、はい、で、またかっこいいですね、はい、あります。まだ使ってないですか？2回ぐらい使ったと思いますけどね。使ってなんか結構テコテコですよね。はい、あ、そうですね。ピカピカに磨いてきましたけど。あ、そういうことですね。ここでじゃあ料理メイン。そうですね。ここでやったりとか、うん、あとはチリジリいろいろバーナーがあるんですけど。あ、本当いっぱいある、はい、いっぱいある。いろんなところ料理できますね。はい、で、またこのレザーもかっこいいですね。そうですね。これ全然あのアマゾンかなんかで買った。あ、1000円しないぐらいで買えたんじゃないかな、多分。いいですね。で、ここら辺のやつもまた買ったんですか、別でメルカリとかですか、そうですね、これもアイアン系は作家さんで、はいはいはい、あの作っていただいたものになるんですけど、はい、で、コーヒーセットがコーヒーセット、はい、あると朝はじゃあこれで楽しんでってことですね、はい、これどこのやつなんですか、これはそれこそ Amazon の方でまた買ったやつなんですけど、はいはいはい、これはあの FC ってこう日本だとノルディスクさんが結構コラボしてるものなんですけど、うん、おチョコ、はいはいはい、日本酒とかもやっぱキャンプとかで飲むことが多いんで、はいはい、そういう時に使ってます、こういうの飲んだらまたキャンプいいっすもんね、やばいっす眠気なんていらないっすね、もう全然ない確かにな、眠気吹っ飛びますね、で、これがまたイエティの、本当はイエティじゃないんですけど、あ、違うんですか、そう、自分でステッカー貼り替えて、はいはいはい、もともと何のやつなんですか、D ライトっていうところが出してるガロンジャグってやつになるんですけど、友達から誕生日祝いでいただいたものに、そうなんですね、ステッカーチューンだったりして、はいはいはい、え、これも変えてるんですか、じゃあ変えました、もともとはどういうやつだったんですか、もともとはこれあのここは一緒なんですよ、そのまま使ってて、はいはいはい、この頭だけ作ってる方がインスタでいらっしゃって、あ、そうなんですね、その方に DM して、で、なんか中国の方かどっかであのマウンテンソウルさんってところが作ってるものを、はいはい、ファルシークラフトさんって方が一応輸入して、はい、日本で販売してる形になったんで、はい、すぐ声かけました、もうそれ SNS で全部、大体そうですね、 SNS あとは YouTube で見てます、はい、すげえな、なんかもう
すげえしか言えない。本当なんか統一感あってすごいですね。ありがとうございます。めちゃくちゃかっこいいなと思って。でこの後はまあ灯油系。そうですね。はい。置いてってことですね。でまたその目の前のこのテーブルとかこれはどうなってるんですか。これはまあ、テーブル自体はあのアイアン工房さんというところが作ってるテーブルで。うんはいはい、このまあ板はオプションでこうやって熱いものを置ける鉄板とかに変えられるんですけど、はいはいはい、木の細板はあの全部グラインドロッツさんのところの生釣りのイベントでこのいろんなロゴ選べるんで載せてもらった感じですね。それで自分でこうやって吸って、はいはい、あじゃあ本当に完全オリジナルなものになってるってことですね。そうですね、同じ角度であのスクリーンできてる方はいないのかなと思うんで。そうですよね、はい、愛着湧いてます僕の中には。確かに、いやだからじゃ自分だけのもう板ってことですね。そうですね。でここに今そのピクラットバーナーの、はい、自分で色塗ってるんですね。そうですね、これもう剥がれてきちゃってますけど、はい、でまたここのあたりもランタンが、はい、すごいですね。どんだけ明るくするんだよ。このランタンどこのやつですか。これはベイパラックスの E41 っていうもので、はいはいはい、これはどちらかというと僕より奥さんの方がメインで決めてくださって。奥さんはどこ行きました。奥さん呼ばれてます。このランタンは、ねはい、最後、ね、奥さんの方で決めてくださったというか、まあ、そういうことにしておこうかね。本当そうだよね。でもねお気に入りポイントはどこですか。これうーん色ですかね。色結構その真鍮周りとかも好きだったんでね。あそう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 、え元からこの色なんですか。もともとこれです。はい、この緑っぽいというか。そうですね、うん、アーミーグリーンって言われる色になるんですけど、はいはい、ランタンは奥様のあれなんですか。もう全部全部基本的には僕だと思います、はい、たまたまメインランタンだけはやっぱりあそこは、はい、しっかり相談しないと、はい。でこれあって、はい、これが今人気のソルオルっていうものではなくて、はいはいはい、それに模したモデルを作ってる方がいらっしゃる。ご友人の方も使ってるんですか。同じです。そうです。なんか見たことあるなと思って、はい、当たんないんで。そうですよね、当たんないですよね。本気欲しいんですけどね。確かに。でゴールゼロもあって、はい、あれも上のこれは、ソーラボさんっていうところが作ってる、はいはいはい、あのチップソーシェードってやつになるんですけど、これも一応もともと色違ったやつを巻物っていうグローブをはめて、これもまた真ん中も違うんですか。そうですね、はい、でインナバースさんのゼロキャップつけて、はい、全部一応なるべく黒に統一する感じになります。あ、はい、なるほど、はい、ゴールゼロだけじゃなくてなんかいろんなカスタム しまくってますもんね。そうですね。これ中は実はあのデバイスさんのステッカーが貼られて隠れたりしてるんですけど。あ、隠れてるんですね、はい、あ、そうやって外せるんだ。はい、で外してもあ使えるようにっていうので、はい、別になんか隠れても黒じゃないのかって言って奥さんの声が聞こえたんですけど。ありがとうございます。代弁してくれて。まあそこはまあ違いますもんね、はい、また黒とね違いますからね、はい、でまたスピーカーもあって、はい、で、まあ、このあたりもカトリが。そうですね、カトリが。虫対策はこれだけですか。基本的にこれだけですかね。一応虫除けスプレーなんかを持ってる時期あるんですけど、うん、あんまり僕ら気にしないというか蚊は大体退治できるんで。ああ、いいだろう。蚊以外のものだったらちょっとあれだけど。ちょっと、はい、虫は大丈夫ですか。大丈夫です。それは強いですね。何でもいけるね多分。それはもうアウトドア全然いいですね。全然怖いですよね。でこれもまた違うんですか。これはソーラボさんの同じこれの、うん、あの同じところなんですけど、ね、はい、鍋敷になる。あ、鍋敷なんですね、はい、まだ使ったことないですね。あ、まあ、もう飾りで、飾りで表札みたいなもんです。 あそこにもありますね、はい、でそのじゃあ一緒にある真っ黒なこれは、これはコロニスターさんのコンペイトーっていうやつのブラックのものですね。ブラックモデル、やっぱ黒がいいと。そうですね、なんかいろいろ探して、まあ、全部おしゃれなんですけど、うん、まあ、黒がいいかなと。はい、でストーブがどちらのやつですか。これフジカハイペットの、はい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 、これは僕のお父さんが、うん、塗装とかをしてくれたりするんで。あ、そうなんですか。なんかまあベイパラックスあれがアーニーグリーンなんで、まあ、それに近い色で塗装してくれるので、ちょっともう今耐熱塗装もだいぶ焼けてきちゃってるんであれですけど。めちゃくちゃ味ありますね。え、これ五徳ですか。五徳、そうですね。これはもうなんか全然関係ないところ、ホームセンターかなんかで買ってくれたやつを僕が買い取った形になります。あ、そうなんですね、はい、でこのテーブルがヘキサは奥さんチョイスですからね、間違いないの。これはそう、これはメルカリで個人で、ね、作ってる方が。あ、そうなんですね、はい、これ欲しいと、はい、これは買うしかないぞと言うことないよねと、はい、私がこの 木の素材をそうなんですよ結構推してて。あ、なるほど。
で、そうでアイアンとか黒がそれをじゃあうまく融合させて、融合させて今回はちょっとブラック多めだけど、はい、ですね、そうです、そうです、モニグロ使うときはそっちの系の、あ、そうです、そうです、そうです、いや、いいですね、いい覚えがそっちの時も取材したいですけどぜひぜひ、これあって、はい、で、あとテントなんですけど、はい、外からまた見ていいですか、あ、もちろん、もちろん、こちらテント、何のテントなんですか、これは韓国の、はいはい、トロイヤっていうのかな、はいはいはい、のヘクターっていうモデルになるんですけど、まあ、一応直径 5.1 メートルの、はいはいはい、超大型ドームと言われる部類に入るテントです、ね、はい、結構さっき入って普通に立てるし、はい、で、いろんな穴というか上空いてるじゃないですか、はい、で風もめっちゃ良かったからすごいいいなと思いながら、最高ですねこれえ、ちなみにこれはどれぐらいなんですか、言っていいのこれは知ってる、あ、知ってるんですね、3、10、5ぐらい、まあ、いいっすね、はい、いい値段っすね、はい、あれですか、輸入品みたいなのもあるんですかね、ありますね、もう今あの扱ってるところザースさんとかが国内だと正規代理店してるんですよ、ね、あ、はい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 、じゃあ一生もんですね、はい、って思って買ってますと思ってってことはちょっと怖いですね全部一生もんといえばそうですね、どれかなるかなとこれは全部一生もんだからはあれですか、じゃあ、あの口説き文句ですか、そうですね、あの20年使えば安いよとまさか全部20で割ると、はい、もうそうですよね、35も20で割っちゃえばね、はい、いいですもんね、はい、はい、優しいっすねいいっすね、え、結構じゃあお気に入りのポイントってどんなところですか、このテント、このテントはやっぱり開放感と、うんうん、やっぱり大きいとどれだけ自分の好きなギアを置いても、はいはいはい、ね、あの開放感あるんで気持ちいいっすね、確かに、はい、酔っ払って体勢崩しても気持ちよくいられるんで、うんうん、はい、最高です、そっか、会社の人間と一回12人とかでバーベキューしたこともあったんですけど、はいはいはい、全然ギアも置かなかったら12人普通に椅子置いて座れる、ここですか、はい、展開ができるんで、うん、真ん中にちょっとテーブル置いて、そうですね、簡単に置いて椅子置いて、12人も入れるんだ、入れるんで、びっくりしたね、あれはね、入れんだみたいな行けたわ、行けためちゃめちゃいいっす、はい、おさま的にはどうですかこのテント、そうですねあの、いや、結果かっこいいなと思ってます、なんか最初は、ねね、なんかドームっていうのもあんまり、うん、周りにもいなかったんで、うん、あ、どうなのかなって、なんか私は割とこう全面が開いてるデザインが好きなので、ちょっと閉じてるかなと思ったんですけど、意外とこう窓とかも多いので、あの結果的にはね、すごい中から空とかも見えていいなと思ってます、 100% と分かる、あのこの後が怖いですね逆になんかデメリット的なのありました、デメリットはちょっとまだ経験してないんですけど、まだ買って半年とかなので、はいはい、薪ストーブ僕ら使うんで、あ、そうですね、それがいけるのかなっていうのは、はい、まだ穴開いてないですね、そっかそっか、はい、それでなんかちょっと穴開いちゃって怖いですもんね、そうですね、確かに、なんかインスタとかで使ってる人もいっぱいいるんで、できるだけ煙突高くすれば大丈夫かなと、 あとはテントを接するところをどれだけカバーできるか、そうですね、はい、いや、ありがとうございます、いきなりちょっとあの二次置きのところをお声掛けさせていただいたんですけど、めちゃくちゃおしゃれなかっこいいスタッフ紹介でありがとうございました、今後とも、争ってくださいありがとうございました、ちょっとしたプレゼントがございまして、はい、タナさんの方ですね、はい、本を出しまして、ごちそうレシピ、ようこそソロキャンプ、はい、と買ってよかったキャンプ道具があるので、ちょっとプレゼントさせて、ありがとうございます、3冊そうですか、はい、ありがとうございますで、あと東京クラフトからですね、はい、直まな板って言って、はい、まな板が出てまして、はいはいはい、あの、まあ、テーブルでも使えるんですけど、はい、そこでもプレゼントさせていただければなと思って、ありがとうございます、あの、一緒にちょっと作ってもいいですか、あ、はい、もちろんです、もちろんです、簡単にできるんですけど、よかったね、まな板持ってないからね、しかもちょっと奥さんは寄りになっちゃうんですけど、はい、ちょっと木目調です、イエーイ僕も好きですよで、一応カバーケースがこういう風にあって、こういった形で、わ、めっちゃいい、めっちゃかっこいいわ、色もいいね、ね、最高すぎる、こういう風に使える感じなんですけど、これ足もついてまして、へぇ、一応これだけでも単体でも使えます、はい、これで、あの足がこうついてるんで、このままこうやって使っても大丈夫なんですけど、はいはい、これ足がこうあって、この爪が4つあるんですね、うん、4つあって、これちょっと下を押しますね、はい、下を置いて、ここの四つ角ですね、四つ角に、はい、まあ、閉じたままセットしてもらって、でこれを開くだけです、へぇ、あ、それで出来上がりなんですか、で、これで、まあ、テーブルでも使っていただ
へえ。めっちゃいい。普通にかっこいい。ここをこうやってパカッてやると外れるんで、はい、簡単に外れるっていうのもありますし、まあ、デメリットでもちょっとあるんで、はいはいはい、これだけちょっと気をつけていきたいと思います。なのでこれでこういう風にまたコンパクトに。へえ。こういう風に。すごい新しいですね。新しいね。いい感じにできるんで、これでケースに入れて。もできるんで、ありがとうございます。やったありがとうございます。使っていただければ最高です。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。